はい、じゃあ今からワンポイントセミナーの方を始めていきたいと思います。担当の佐々木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまあお時間も短いですし、簡単にお名前自己紹介から、ワンちゃんの自己紹介からお願いいたします。じゃあ、はい、お願いします。はい、琥珀4歳です。はい、琥珀ちゃん4歳ですね。じゃあ、はい、ベルで1歳半。1歳半ですね、わ、はい、かりました。じゃあ今日は琥珀ちゃんとベルちゃん、よろしくお願いします。じゃあどんどんまあ様子というか気になる点があれば伺っていけたらなと思うんですけれども、琥珀ちゃんはいかがですか？よく拾い食いが気になりまして、はい、お散歩の時に、まあ、ちょっとこう食べ物、ワンちゃんの食べ物じゃなくても、うん、ちょっと匂いのきついものがあると、うん、口にしてしまうことがあって、あとやっぱり一番嫌なのが、多分野良猫ちゃんの糞とか、まあ、ちょっと処理されてない糞とかがあると、はいはい、それも口にしちゃうんですね。で、まあ、見つけたらすぐに、まあ、引っ張るっていうか、はいはい、まあ、口を押さえて出させたりするんですけど、やっぱり一番初めにもうそういうのを見向きもしないように歩いてくれたらなと思って。うん、そうですね。まあじゃあちょっと拾い食いとして、でも行く対象は、まあ今もね、例えばこうやって落ち葉とかがいっぱい落ちてるんですけど、比較的僕はご相談いただく中ではその辺行きやすいものの一つではあるんですよ。でも今だったら大丈夫。そうですね。でも草もやっぱりたまに。そうですね、今日は、はい、だこれが結局、落ち葉を我慢しているというよりは、今日落ち葉っていっぱいあるからもうどうでもいいかなって思えるような形になっている、まあ気にならない、うん、なんで琥珀ちゃんが今後その拾い食いをやめていくっていう形になるとしたらというよりはなっていくためには、まあその食べるものを食べさせられなくて我慢したというよりは、まあ、それをちょっと乗り越えて、まあ、そんなのいっぱいあるから普通ですよねって思えるようになったら、まあ、落ち着いてお散歩ができるっていう、今ママさんがおっしゃってた理想的な状態っていうのに近づいていきやすいのかなと思います。じゃあちょっとせっかくなのでベルちゃんはいかがですか？はい、私もかなり加熱してですね、今もたくさん食べてましたけど、はい、鳥の糞をまず舐めるっていうのを非常にやめさせたいのと、あと鳥の羽、まあ、ちょっと散歩のルートそういうのが多くてですね、それで結構気にしてますね。はい、鳥が多いんですね。そうですね、家の中でも結構その何でも食べるんで、まあ、注意はしてるんですけど、まあ、掃除をするというか、はいはい、そっちの方をしないとなかなか難しいかなと思います。そうですね、そしたらまあ同じ方向性の拾い食いのパターンが違う、まあ、どれに行くかどうかっていうのは本当に様々なので、まあ葉っぱとか花びらとか、場合によってはミミズとかセミとか、夏の終わりはもうなんかセミをおやつにして歩いてるみたいな子がたくさん出てきたりしますし、なので、まあ、僕はおすすめとしては、正直その何々だったらよくって何々がダメっていうのはとても難しいので、基本的には外にあるものは口に入れないで歩いていこうっていう形を、どうやったら伝えていけるかなっていうのを考えていけるといいのかなと思います。ちょっと風が強いのでよくでもこれでも行かなかったですね。そうですね、ただ発泡壁なんですよね、落ち葉は2個だったね。で、例えばただ拾い食いを考えるときに、実はまあ今このグループで後でまあ他の動画も見ていただけるといいと思うんですけど、先ほど引っ張り癖をやったんですよね。で、引っ張り癖のトレーニングっていうのは、まあ、ちょっと時間的な猶予があるとして、引っ張ってても一応リードがあるから安全は保たれている、お散歩に行くこともできる、遊ぶこともできるっていう形で、すぐ明日直してって言わなくても大丈夫なものなんですけど、ただ、拾い食いに関しては、治るといいなと思っている間に事故になるとか、そういう形がちょっとリスクの強い、意外とご相談内容っていう形になるので、いわゆる緩やかに見ているというよりは、僕は拾い食いができないような形で歩くをしてしまった方がいいのかなって感じています。じゃないと僕が見ている子だと1歳までに3回お腹を開けたとかっていう子も
いたりしますし、なので、まあ、いわゆるやっててもいいよ、いつか直してねと思ったら結構大変なことになってしまったっていうことがちょこちょこ起こりやすい。猫ちゃんの例えばうんちというよりは猫ちゃんをいなくならせようとするために置いといたなんか洗剤入りおやつが置いてあったりだとか、うん、っていうのもやっぱりむしろ食べにくいところにあるというよりは食べやすいところに置いてあったりするんですよね。なのでそれを我慢してねっていうのをやっていくのを考えていくんですけれども、なので、多分一番はリードの長さを考えていくです、うん、でもちろんずっと短くしていかなくちゃいけないっていうわけでは全然ないんですが、なのでここだったらある程度自由で緩やかに歩いていいよっていうところは、まあ例えば公園であればある程度リード全開にして遊ぼう遊ぼうってやるのはもう全然むしろ賛成というかやった方がいいと思いますし、ただし例えばここはちょっと淡々とスタスタ歩くよっていう形に決めていくところは、だいたいいつも同じ長さでリードを持っていて下には顔が届きにくいですよっていう長さに持ってあげた方がいいです。顔が届くときと届かないときがあるっていう形で、いつも持つところがちょっとブレるとやめるじゃなくて、今日どのぐらいまでいけるかなって試してみたくなって、今日どうかな今日どうかな、あれたどり着けるかなこれたどり着けるかな、10チャレンジしてみて1回取ることができたっていうのは、人間からしたら10回中9回やめてって言ってるんだからやめてくれればいいのになって考えるんですけど、ワンちゃんからしたら10回宝くじ買ったら1回当たったって買いますよね多分なのでいわゆるそのまあ食べれたっていうのはそれなりにいいやれたぞっていう思いをするはずなので、ちょっとしっかり食べられないような形を作った上で、歩いていこうっていう形は作った方がいいのかなと思うので、ちょっとリードが ありがとうございます、すいません。で例えばこう持っていてだいたい自分の横にいて、もちろん普段はこのぐらいの緩やかな歩き方でいいと思うんですけど、ちょっと拾い食い気になるなっていう時には、こう自分が一番楽な位置に手をこう持ってきていて、でこのナスカン、この金具のことをナスカンって呼びますけど、ナスカンは落ちているんだけどでもだいたいリードはまあ緩やかにまっすぐになっているぐらいの形、このぐらいで歩いていくようにすると普通に歩いてくれていれば、ストレスはないです。ただちょっとどこかに行こうかなと思ったらふわっとコンと入る、場合によっては思いっきり下に向こうとするとそれもちょっと行かないでって言いやすくなる。しかも今までこのぐらいで持っていると歩きながら、食べないようにする気をつける範囲っていうのがだいたいここからこのぐらいまでの範囲の中のものを全部諦めてって言っていくことになるんですけど、今ぐらいの長さで持っているとここからこのぐらいの範囲の直線上にあるものだけを気をつけていればいいっていう形になるので、ワンちゃんたちからしてもだいたいここしか行けないんだよなと思ったらこの中で探して、しかも今まではそしたら気をつけていくものの多分半分以下になるので、多分歩いてると あれは行きそうだなっていうのは多分あると思うんですよね。だそれだけちょっと気をつけて歩いていくようにするっていうのが決まり始めると、ありがとうございます。いわゆるだいたい行こうと思ってもそれだけは止められるんだよなっていうのを覚えていてもらって、まあ、これが厳しいかって言ったら、僕は正直ワンちゃんにリードの長さをどのぐらいにして歩きたいって聞いたら多分ないのがいいって言うと思うんですよ。でないのがいいっていうのと無限大にいろいろこう自由にしたいのがもちろんいいに決まっているんですけど、その中でこう人のルールとワンちゃんのやりたいことっていうのをうまく組み合わせててあげるので、例えばこの先拾い食いが増えていくと多分だんだん人間の方は散歩が億劫になってきて、また今日も何か食べるかもしれないと思うと今日は暗いからやめておこうかなとか今日は風が強いからやめておこうかなって、多分どちらかといったらお散歩でききにくくなってくるんですよね。なので、今も正直制限がかかっていて、多分ワンちゃんたちは分かってないというよりはこのぐらいの長さであるっていうことは逆に分かってますこのぐらいはいけるけどあそこは行かないぞっていうのは多分分かってるはずなんですよね。なので持つ場所が変わりましたよ、このぐらいの中の範囲でのできることになりましたよ、まあ、プラスして先ほどちょっとやらせていただいた引っ張り防止とちょっと組み合わせていくという形になると食べることはできないし、ちょっと行こうと思ったのだけはチュンチュンで止めていくんだけど、でもどうしようって言ったらいい子だねって言ってあげられる。前に進むのも多分ご褒美ですし、場合によってはいいところの匂いを嗅がしてあげる、いいところの
広場は走ってあげられる、仲良しのことは合わせてあげられるとか、まあ、その楽しみどころもたくさん伝えてあげながら、だからちょっと拾い食いだけは止めていくっていう形で、まあ、分かりやすく分けていってあげた方がうまくいきやすいと思います。せっかくなので、じゃあちょっとどのぐらい持ったらいいかのリードの長さだけ調節をしてみるようにしましょうか。お二人で立ち上がってみていただいて、で、だいたい自分の隣にぴったりいてもらう長さ、そうですね、これで、緊張してると肩がこうやって上がって腕が短くなっちゃうんですけど、一番まあこのぐらいで歩きたいなっていうリラックスした手の位置で腕をだらんと下げた時にナス管がストンって落ちている形。ベレちゃんもう気持ちだけ1センチぐらい伸ばしてもいいかもしれないです。あ、そうですね、そのぐらい、このぐらいだと歩いていてどこかに外れそうな時だけは行くなと思ったら多分この範囲で止められる、このぐらいの範囲で止められる。下を向くのも匂い嗅ぐの悪いことじゃないんですけど、でも多分クン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 ってしてると必ず最終的にはパクッとしてしまうので、うん、歩くよっていう時にはちょっと下向くのも気をつけようっていうような形で伝えちゃっていいと思います、うん、はい、これで歩きながら、でも大体そうなると途中で必ず振り向きが出てくるので振り向いたところはもうよしよしってしてあげながら、上と下をちょっと差を広げてあげながら、練習していけるようにするといいのかなと思います。本当はちょっと歩きたいところなんですが、今日ちょっと範囲の制限がありますので、普段はこのぐらいの形と自由な形っていうのを分けて考えるようにしてみてください。人によって違うのであれですが、僕は結構通常の集中トレーニングですと、この位置に印つけていただいたり、コブを作るっていう結び目を1個作ってみていただいて、どうしようかなと思ったらもうそこ持てばこの長さになる、毎回こうやって調節してると毎回長さが変わるので、毎回長さが変わったと思うと今日はやっぱりどのぐらいの長さですかってまた気になり始めちゃうんですよね、うん、なので、まあ、分かりやすい位置、持つ人によって身長の高さによっても変わるので、まあ、人が変わるときにはちょっとまた気をつけないといけないですけど、それだけやってあげられたらなおいいかもしれないですね。暇だったね、大丈夫。いい子だね。そう、まあ、2人とも基本的にとってもフレンドリーなのでいい子ですし、そこだけやったらむしろもっと、楽になって違う楽しみあるよっていうのは伝えてあげられるんじゃないかなと思います。すいません、ありがとうございます、はい、ではおかけください。なので、僕がちょっとお散歩で引っ張りにしても拾い食いにしても両方、まあ、あとは他のワンちゃんに吠えてしまうとか、そのあたりにしても気をつけてるのは、もうその困ってる状況に対して今日どうするって聞いたらいつも通りのことをするに決まっているので、どうしようって聞かれたらちょっと怖いから吠えてみようかな、どうしようって聞かれたらやっぱり魅力的だから一回口に入れてみようかなとか、でも結構人はどうしよう、我慢できたらいい子だよっていう期待をかけてしまうので、そのあたりに関してはどうするっていうよりはこうしようっていうふうに伝えていってあげた方がいいと思います。まあ、広場で楽しいねとか、その選択の幅を広げてあげやすいところは、で何を選んでも大体正解って言ってあげられるようなところは、どうするって聞いて、あ、それもいいね、これもいいねっていう広げ方をしてあげればいいと思うんですけど、まあ、密を含むところでどうしようっていうのはワンちゃんたちからするとどうしようって言われたからやってみたのに間違いですって言われたら、じゃあどうすればよかったんだろうってなるので、まあ、緩やかな誘導っていうのを、まあ、お散歩以外も含めてちょっとやってあげられたらよりいいかなと思います。一応短い時間になりましたのでちょっと早口で、どんどん進んでしまったんですが、今日まずいきなり良くなるというよりは、まあ、少しこのぐらいから始めてみたら先が見えてきていいのかなと思いますので、ぜひやってみてください。すいません、では、今日のワンポイントセミナーこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。